皆さんですね、今日は新店長からですね、荻木誠さんのですね、演説する山崎達さんとか石原さんとかみんな来てくださってですね、インタビューします。新店長、不動産の動きっていうのはどのように見てらっしゃるんですか？こっちのことで、こういう固定業と、こう変えた固定業と違う。こちらの固定業は、新党は議員制度、国民の声も変えました。一人一人の声どんな集大成が自民党の選挙向こうはこの不倫業をずっと伸ばして不動票不人票不動票いや地域票地域票地域票を、ね拠点が彼は彼なりに選挙事務所に現れている拠点に彼は野間に拠点を作っているこちらはどこまでも地獄と世の中の接点が作っている向こうは南区のど真ん中だから地域性がちょっと違うでうち の, 市会議員があそこにいないんです野間の奥には若い人にはさんですね、国務さんよりこっちですね私が住んでる西高峠にあるこの地域にはあまり詳しいことはあなた方に話してまずいけどいないただし僕がいるまあそういうことおととい公明から推薦をいただいたと思うんですがもう公明票は確実に入ってくるという見通しですか完全に固められて公明票って固まってるけど、公明党は投票に行くから比例区の投票に行くから、で小選挙区が書かないというわけにいかない、そうそれはそう、投票に行けば小選挙区書きますから、もう白紙にしてこっちだけ入れるとそういう性格の政党じゃない、記憶正しく正確にやる稲富さんはですね、まあ、10万票の勝負になるんじゃないかという見立てをしているんですが毎回っていうのは、ボーダーラインですよ絶対ボーダーラインを超えた方が勝ってしまう終わった方が負け、前回、爆発的な、あれが起これば、ブームみたいなのが起これば、ね、これは15万ということもあったことがある、そういうのは一応のブームですから、ね、そういうものは今回は今のところ起こってない、小池で起こるはずのものが、小池ブームが起こるはずのものが起こらなかったのが、むしろ今、沈静化した。苦しいと思います。本当に頼りに来ないと。まあ、あたかたしないですね。連合がどれくらい動くかということを注目したらいいと思います。担当でしょう。先生も今回はできる限り鬼木さんと一緒に街頭に立っていこうというお気持ちでいらっしゃいますか。いや、そういう、必要な時に立ちますけど。はい自分で一生懸命今日も演説して自分で演説するのが一番だ僕がプロ演説し始めたら時間取るから僕が1時間でも2時間でも演説するし必ずしも意見が一致してるわけじゃないからだから帰ってまずいから本人の意見で十分ですから本当言わせよう演説の内容とか昨日今日とお聞きになられていかがですか鬼木さんの演説いや言わないそれはあそれは言わない僕はプロですからちょっと違うそういう点はあるんですアマとプロの違いっていうのはあるんですその辺は先生の方から
鬼木さんの方で言わないです、言わないです、そんなこと今言ってる暇がない、なるほど、その聞いてがそれに感動すればいいよ、ね、聞き手のレベルによって決まる話だから、 BF2.5 っていうのはいいと思うんです、それは必ず、うん、僕は BF2.5 アマチュアに行かない、あ、小野さんが専門家ということで安保は僕は先生、あの一つはあの2020年に東京オリンピックがありますので、今度ですね、そこにあの外国人もたくさん住んでますから、日本にですね、外国人の選挙権に対して何か自民党どう考えですか、将来は参政権とかですね。いや、あのこれはもう自民党の方針はっきりしてるんで、あの自民党、あの日本で国籍を得られた方には、あの当然のことながらあれが行くんですか、投票権行くんですか、だからやっぱり日本の国籍でない人が日本の国政選挙に投票するっていうことは、国籍取ればもう誰でも参政権できるわけです、ね、ありがとうございました。前回が11万票だったんですけれども、そこに向けたこうあの足場の固まり具合というのはいかがでしょうか。まあ今のところ順調にいってます、ね、うん、あと10日間でのその懸念材料もしくはその作業は完全に終わる、それは東海岸で完全に終わるように組んであるから、日程を見たら11万票は固い、まあ11万かどうか、そのこれは不動票もあるから、ね、その今度はあまり不厳しい選挙になってるんですが、はい、どうでしょうか、あのぜひ当選して国会に立ち上がってほしいです。一番厳しいと思ってるから早々に答させていただきました。あのその分これから10日間あります、頑張っていただきたいと思います。できる限り応援していただきたいと思います。一緒に私の皆さん一人一人が主役なんです。皆さんの未来を誰に託すのか、子どもたちの未来を誰に託すのか、この日本を守り抜くのは誰なのか、そのことを真剣に議論する選挙戦にしたいと思っております。私のこの4年9ヶ月の取り組み、そしてこれからの政権の枠組みについて私の所信を述べさせていただきました。ありがとうございます。すいません、長い話になりました。最後も待ってしまいました。政治に経済は許されません。3年3ヶ月の民主党政権でどれほどこの商店街が冷え込んだか皆さん覚えてあると思います。外交と防衛も大混乱をいたしました。そうした中で私たち自公連立政権、今のこそ安定政権が必要なことが来ております。しっかりと国民の生命、財産、命と暮らしを守る、そのために汗を再び流させていただきたいと思います。小選挙区は自民党鬼木誠、そして比例区は公明党へのご支持をよろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。自公の現実政権、安定政権によってこそ経済、財政、社会保障、そして外交防衛が総合的に守られる、財源を持って現実に実現可能な政策を一つ一つ解き起こしていく、私たちの努力をこの足の道のりを